入浴時に風呂循環アダプターから水が出るのは凍結防止運転を行った時、自動洗浄運転を行った時などです。冬の間は風呂配管の凍結防止運転を自動で行います。凍結防止運転は外気温度が下がると浴槽のお湯を自動で循環させて風呂配管などの凍結を防ぎます。そのため入浴中に水が浴槽に排出されることがあります。リモコンの表示画面を確認し凍結防止が表示されていたら風呂自動ボタンを押してください。風呂自動運転を開始します。風呂自動運転中は凍結防止運転を行いません。お湯の水位が風呂循環アダプターの上端部より下がるとお湯が排水されたとセンサーが判断し自動洗浄運転を行います。入浴で浴槽のお湯をたくさん使い水位が下がると自動洗浄運転が働きます。そのため入浴中に冷たい水や熱いお湯が浴槽に排出されることがあります。異常ではありません。リモコンに自動配管洗浄中が表示されていないかを確認してください。自動洗浄中は冷たい水や熱いお湯が出ることがあります。十分注意してください。